はい、どうも、僕監督と申します。本日もワールドサッカーコレクション S、わさこれやっていきたいと思います。はい、ということでね、もうイベント終わったのかな。今ね、あの TOP ガチャ券がね結構たまったんで、そちらの方をね回していきたいと思います。あ、まだやってますね、イベントやってるよね。はい、今やってるイベントこれですね。どうやって見んやろこれ、説明か。今やってるのはランキング争奪戦、クラウンチップを集めてショップで豪華ガチャ券と交換、特攻カードで大量ポイントを獲得し、デイランキングを駆け上がろうということでね。トップスコアラー、もうこの選手は一人も結局いないんですよね、今。で、このガチャ券があるんで、それを回していきたいと思います。はい、それでは行きましょうか。一応、これね、僕あまりね、理解してないんですよね、このイベントの。なんかどういうのかっていうの、なんとなくやってるんですけど、はいはいはい、はい、まあ、この辺は期間いつまでなのこれ。僕は今日までやと思ってたんですけどね、ずっと。まあまあ、書いてないな、イベントの期間。まあまだやってるということですね、要は。はい、それではですね、ガチャの方回していきたいと思います。ガチャ結構ね、最近のイベントでね、たくさんね、カードがもらえるんでね、アシスタントコーチとか、まあ、コーチカードがたくさんもらえるんでね、結構ね、選手の、まあ、カードの枠がいっぱいになってきてるんですよね。で、TOP のね、まあ、コーチもね、専用コーチがね、まあ、山のように溢れて帰ってるんで、そろそろ引いていかないとね、TOP ガチャ。ということで、引いていきたいと思います。では行きましょう。あ、このカラフルガチャ券もありますね。一応コスト20以上 TOP ガチャ券、カラフルガチャ券、これは3周年の、ログインスタンプですね。で、TOP ガチャ券、TOP ガチャ券ということで、まあ行きたいと思います。 TOP ガチャ券まず行きます。さあ、ここは期待したい。はい、では行きましょう。いった。まあね、この辺はね、プラス選手が出ました。アレクサンデル・ゲルント。はい。果たして使えるのでしょうか、今の。では次行きたいと思います。コスト20以上 TOP ガチャ券。これ行きましょうか。そうですね。もう多分ね、これ回したらね、選手枠がいっぱいになるんですよ。いっぱいになって、TOP ガチャ券をね、とりあえずこいつに食わそうかと思うんで。まあ、いい選手が出てほしいと思いますけど、TOP ガチャ。TOP カードはね、いいの持ってないんでね。ここは期待したい。ぜひとも、ぜひとも。出るのか出るのか。アンビリーバボー。来たか。お。ダメです。ミニヤキウィリアムス。アスレチックビルバオ。やはり予告通り来ましたね。育成しておきましょうか、とりあえずね。今のビルバオ、あ、取った。はい。ウィリアムスに。これ異常なぐらい多いでしょ、もう。こういうので締めてるんだよね。とりあえずこうしようか。大成功。毎日のようにね、このアシスタントコーチみたいなのもらえるからね。止まってしゃあないです。よし、選手枠開いた。では、行きたいと思います。次、TOP ガチャ券。行きましょうか。はい、こちら行きたいと思います。 TOP ガチャ券を消費して、ガチャを回します。ということで回していきたいと思います。結構ね、今回のイベント僕あまり力入れてないんですよね。さあ、ここなんで、クラウンチップっていうのを全然持ってないんですよ。200個ぐらいか今で。はい、ヘンク・フェールマン、コスト16。これいかんな。はい。ということでね、ラストはこれ、カラフルガチャ券、3周年カラフルガチャ券、こちら回していきたいと思います。では行きます。さあ、きついの、これ。あ、やっぱこれカラフルはええですね。もうなんか、何でも回ってますもんね。何がいいかな。やっぱあれやな、NDS やな。なぁ？これね、MVS やんか。あ、マルコア選手。
あれこれちゃうかな、マドリーの選手じゃないよな。なんか、誰だっけ帰ってきた、なんかアセンシオみたいな名前の選手が、確かマドリーに帰ってきた、期待の選手やったはずなんですけど、この選手かもしれへんし、ちゃうかもしれへん。わかれへん。はい。でも、ここの辺も回しようか、適当にね。さあ、ここは期待したい。出るのか、出るのか、あ、干した。やっぱり干した。シャキリ。はい。ということでね、まあ、この辺は回せないですね。TOP、やっぱり微妙やな。ほんまに微妙やなと思いますわ。またヘッドコーチカーで。多すぎる。はい。ということでね、まあ、今日はこのぐらいにしておきたいと思います。ただいまね、ログインスタンプがもう少しでね、3周年30以上のね、このラストのお仕事。ラストのガチャ券まで行くんでね。ぜひともね、まあこれ、もうあと、8月5日までということは、もう余裕っすね。1日2日ぐらいログインせんでも大丈夫なぐらいですけど、まあ毎日ね、頑張ってログインしてね、この3周年、コスト30以上ガチャ券ラストのやつね、これ引いてね、行きたいと思います。それでは、あ、そうそう、あとね、これね。なんとかね、ディビジョン1から落ちずに済みました。はい。どうやらこれ今、現在2位ということでね。プレミア昇格圏内。まあ、この後どうなるかわかりませんけどね。はい。実は、そうそう、前落ちかけた言うてましたよね。なんとか助かりました。はい。こんな感じ？これも回せんねんけどな。やっぱこうプレミアがあって CLS ガチャ券か、あ、CLS ガチャ券がいいわな。多分ね。インデージーはちょっと微妙かな。はい。ということでね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回ちょっとあんまりいいカード引けなかったんですけどね。まあ、近日、コスト30以上のね、ガチャ回したいと思うんでね。そこでね、バシッというのを引きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録のよろしくお願いします。ポッカンとこでした。おきに。